はい、お疲れ様です、えー、先ほどネットの棋士を見て知ったんですけども山崎正義さんがなんか炎上してるみたいですねまあ私事なんですけど山崎正義さんの「ワンモアタイムワンモアチャンスっていう曲があるんですけども、まあ、その曲が自分すごい好きで、まあ、今でもね結構聴いたりしてますそれに伴ってちょっと気になったので。 まあ、記事の方をね、えー、一通り目を通しましたで何で炎上したかっていうとまあ公演中に山崎さんはまあ今日はあまり歌いたくないみたいな発言をしたりあと歌がメインじゃなくて中身のないような話が、まあ、続いてしまったりあとは雑談が多かったりとまあそういった 感じだったようなんですよでまあそれに対して、まあ、ファンの方が、えー、不満に思ったり、まあ、中に怒って帰られた方もいるみたいですね,ね普段はね20曲以上歌われるみたいなんですけどもこの日に関しては8曲しか、えー、歌わなかったみたいです、まあ、これに関して思うことなんですけどもやっぱりチケット代ってすごい高いと思うんですよね でチケット代だけじゃなくてそ、あのー、会場に行くまでの交通費、中には電車を乗り継いで、ねまあ、山崎さんの歌を楽しみに来られる方も、まあ、いらっしゃったと思うので、まあ、そういった方々からすると、やっぱり怒ってしまうのも、出、ま、し、あ、方ないなとは思いますね。うんまあ、運営の対応としては、まあ 払いい戻ししの方をね、えー、しているようです、うんまあ、もしねなんか山崎さんサイドの方でなんか目的があったりなんかねらいがあったんだったら、うん、事前にねなんか告知とかしておけばここまで延長しなかったんじゃないかなとは思いますね。 まあ、そんなところですね。それではご視聴いただいた方いましたらありがとうございました。